影響を出させるので、もともとうつ気味な人とか、うまく物事をやりくりできない人に対して、やる気を出させるっていう効果があるんですね。だから脳の神経系にどっか異常な人がタバコを取り入れることによって、脳の機能がある程度うまく戻るっていうか、うまくなるっていうことの考え方もできるそうです。だからタバコを吸った方がいいっていう人も中にはいるらしいですね、人によって。ただね、まあ禁煙禁煙の世の中なので何とも言えませんが、私はタバコを吸うようになってからの方が、そうですね、精神も落ち着いているような感じはします。落ち着いているようなね、感じはしてますね。はい。と、まあ、長くなりましたが、30分近くなっちゃったな。これが私の身の上話です。まあ、ここまで長々と聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。どう思うか、別に、どう思われたいかとかいうことは特にないので、まあ何か思ったことあったら言ってください。コメントください。私もコメント読みますので。そうだね。まあそんな感じかな。まあそうですね。だから死にながら生きているというか、生きながら死んでいるというか、というのが私の今の感覚ですね。はい。まあ、この不眠症が一番厄介なんですけどね。では、こんなところで動画を終わりにしたいと思います。長くまでお付き合いくださいましてありがとうございました。で、こんな話よく聞こうと思ってくださってありがとうございます。じゃあ、こんなところで終わりにしたいと思います。じゃあ、また次の動画か配信でお会いしましょう。ではまた。